お客さんが欲しいものは作らないっていう。先輩に1個質問したら10くらいのボリュームで返ってくるんですよ。売れる商品を作るっていうところに対してはすごくこだわりを持っていて、売れるっていうのはお客さんの役に立つっていうものを作るということになるんですね。就活の時にちょっと調べたのが会社辞める理由。面接官とのディスカッションがすごく楽しいなと思って。やっぱり機能できなかったことが今日できるって楽しいじゃないですか。メイキャリのレナです。今回は圧倒的成長を続ける B2B メーカーキーエンス特別企画第2弾ということで、営業職に続いてキーエンスの顔となる商品を生み出しているエンジニア職の方々によるプロフェッショナル対談をお届けいたします。今回はこちらのトークテーマでお話しいただいていますので、なかなか聞くことのできない実際に働かれている中での現場のリアルなお話、本音をぜひ最後までご覧ください。それでは本編をどうぞ。今回はですね、メイキャリの学生さんから質問をいろいろいただいてますので、我々商品開発職と CE 職でいろいろ話していければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは自己紹介からしていきましょうかね。私2021年入社、商品開発職をしております若木と申します。自社用の言語のコンパイラーであったりだとか、あとはそのモーション制御と呼ばれる部分のアルゴリズムを作るような仕事をしてきています。2020年入社、商品開発職の梅林と申します。構造評価担当をしております。今日はよろしくお願いします。2016年入社、商品開発職の花岡と言います。構造であったりとか工学あたりを担当しています。はい、今日はよろしくお願いします。2020年入社、CE 職の西原です。大手のお客様のところで技術サポートをさせていただくというのがメインの業務になってまして、モーションコントロールの分野を担当しております。よろしくお願いします。はい、では最初の質問としては、商品とか仕事へのこだわりを教えてくださいというところなんですけれども。そうですね、キーエンスの商品、商品開発のあたりで、特にこだわりが強いなと思うのは、現場のニーズをしっかり捉えているというところかなと思います。やっぱりその売れる商品っていうとちょっとあまりイメージが湧きづらいんですけど、結局売れるっていうのはお客さんの役に立つっていうものを作るということになるんですね。で、役に立つためにはやっぱりまずそのお客さんが何を求めているのかっていうところをしっかりすくい上げないといけないということになると思います。でこの時になんか特定のお客様に対して、こうやったら実現できますよっていう、こうすごく視野を狭くするんじゃなくって、そういった現場をいくつも知っていくと、あ、結局この業界ではこういうものが求められているんだなっていうところにこう消化していって、そこをしっかり商品の機能として実現していくっていうところが強みかなというふうに思いますね。お客様がやられたいことに対して、ぴったりこれを当てはめればいいっていう機能がないっていった場合に、ぜひ CE にご相談いただきたいんですね。やっぱり商品を使いこなすということに関しては CE は本当にプロフェッショナルなので、技術の深いところを含めたサポートっていうのが CE の得意としているところなので、そういったところで大きく付加価値を作っていくっていうこだわりかなと思います。やっぱり今の話でそのお客さんがこうやりたいって言ってるのはもう表面的にも見えてるニーズなんですけど、それをそのまんまじゃあ商品としてこういう機能にしようっていうだけだと結構その広がりが出ないんですよね。そうですね、そうなりますね。でやっぱり我々がすごく重要視してるのはその潜在ニーズを、取っていく。でもっと言うとそのお客さんが欲しいものは作らないっていう言葉になるぐらいになってるんですけど、要はお客さんが本当にその課題に思っていることの本質が何かっていうところをもっとちゃんと見ていくと、ここを変えたらもう製造が変わりますっていうぐらいのものをないかっていう、そこをちょっとこう突き詰めて考えていくっていうところがやっぱり特徴としてあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。次の質問はですね、エンジニア職としてのやりがいや苦労を教えてくださいとのことなんですけども。そうですね、やっぱりキーエンスの開発職として特にやりがいがあるっていうところでいうと、上流から下流まで関われるっていうところかなと思います。でこの上流から下流って何かっていうところなんですけど、一般的な開発職のイメージって、ある機能を実現するために、ある技術を使う、なんかここだけみたいなイメージなんですけど、上流側っていうのは
そもそもここの何を作るかっていうところにもまず関与するっていうんですね。で、何を作るかっていうのを判断するためにはやっぱりお客様の、ニーズだったり、まあ、要望っていうのをこう拾い上げていく。でそこからじゃあどんな機能を、実現しようっていうような形で、まあ、商品の仕様を決めて、でさらにそれを実現するためにはどんな技術が使えるだろうっていうふうなところを、考えていく。でこういう上流の方も、まず担当ができるというところで、次に下流っていうのが販売面の方ですね。この商品を作りましたっていうだけだとお客さんのところにどういうふうに売りに行くかっていう観点が抜けてるんですね。でそうなるとどうなるかっていうと、ものによってはすごく使いづらいものになっちゃったりすると。機能はすごいんだけどお客さんのところではいやこれちょっと難しいねってなってしまうと、やっぱりお客さんがちょっと尻込みしてしまうと。でそういうところも開発がじゃあこういう見せ方をしてこんな操作感だったら初めての人に使えるなっていうふうに思ってもらえるような仕様に仕上げていくというところで、もうやっぱり何を作るかっていうところからその売り方っていうところまでこの全部こう関与して考えていくっていうところがキーエンス の開発職としてすごくやりがいのあるところかなと思いますね。ただやっぱり苦労する点としてはやっぱ広いんですよね。そうですね、そう広いですよ、ね、マーケティング的な観点での考え方だとか、まあ、そういうビジネススキルじゃないですけど、物をきちんとこう作って売るっていうところまでこう視野に入れた技術を身につけないといけないっていうところで、多岐にわたるっていうところは、まあ、ある意味苦労する、まあ、でもその分やっぱりやりがいもあるっていう感じかなと思いますね。梅橋さんどうですか。キーエンスにはまあいろんな商品群がありますので、その分技術範囲も広くて、まあ、どんな専門性の人も活躍できるようなフィールドがありますし、どんどんまあ技術力を高めていける場があると思っています。本当にそれはそう思いますね。私は大学の時はソフトウェアが専門だったんですけども、現に今そのソフトウェアのスキルを生かして活躍させてもらってますし、持っているバックグラウンドを中心に新しい技術分野に手を出していく、そういうこともできる会社だなと私も思ってますね。私も大学の時は機械工学専攻してやってたんですけども、商品 その体系的にプログラミングのスキルがやっぱりもう大前提になってくるような内容 で、ね、しかも CE なのでその中でこうさらに高尚なものを要求されるというところで、やっぱりその自分のバックボーンと今やる業務の内容との違いというか、そのギャップはちょっと苦労するところがあったかなと思います。ただでも、まあ、CE というそのチームの特色でもあるんですけど、いろんなところとこう接触面積が広いので、まあ、相談事とか困り事があったらすぐ教えていただける環境ですし、まあ、分からない中でしたけど、まあ、成長しやすい環境だったので、まあ、こうポンポンポンとできるようになり始めるともうそれが楽しいというか、やっぱり機能できなかったことが今日できるって楽しいじゃないですか。そうですね。そういう感覚がこう毎日あってよかったですね。では次の質問が、キーエンスならではの成長環境を教えてくださいということです。まあ、キーエンス割と若い人が早い段階から仕事を任せてもらって活躍できたり、まあ、OJT でどんどん育成を促進しているっていう部分がありますが、皆さんはどんな感じに思ってますか。やっぱりこの会社商品開発職として入ってきてから、まあ、最初の3ヶ月間は基礎的な研修っていうのは受けた上で、その後はもうすぐに仕事に配属されるような形になるのが特徴だと思うんですけども、座学で何か学んでもなかなか身につかなかったり、結局それが何の役に立つのかっていうのにあんまり実感がないまま前に進んでいくんですけども、やっぱり実際に開発しながらやっていくと理解も早いですし、自分のやった仕事がすぐにもう商品にも反映されていくんで、そういうところでやっぱりその成長は早いなとは思いますね。で、まあ、ただその仕事に割り振られるからといっていきなり仕事を任されてあとほったらかしみたいな、そういう状況かっていうとそうでもなくて、適切なサポートはもう全然十二分以上に受けられるような、そういうところでキーエンスの成長環境で特徴があるなとは思いますね。すごいなと思ったのは、まあ、入社してどの先輩を見ても全員が見習いたい存在といいますか、その先輩たちのいいところを、まあ、1年目からどんどん吸収していけるっていうのが、まあ、キーエンスの成長環境としてすごいいいなっていうふうに思っています。先輩に1個質問したら10くらいのボリュームで返ってくるんですよ。多いですね、そういう人。そうですね。でもまあそれが本当に私にとってはありがたくて、まあ、一度ではまあ覚えきれないのでもうメモさせてくださいみたいな状態で、まあ、いつも教えをいただくんですけれども、まあ、その10を自分の糧にしてまた次に進めることができると思ったら、まあ、これ以上ないチャンスだなというふうに思っております。
視点を変えて考えてみると、逆にこう自分が教える立場になるっていうのもすごい早いなって思うんですよね、この会社。自分ができるようになったところは自分が先輩としてやっていて、でもやっぱり、まあ、さっきの話でもその技術範囲というか、あの担当するところは広いっていうところもあるんで、まだ自分が未熟なところも当然あって、まあ、そういうところはやっぱりあの先輩に教えてもらうっていうのがこううまいことつながっていって、チームとしての実力がどんどん上がっていくっていうような感覚があるかなと思います。私が言いたいこと全部言ってさすがです。次の質問は、キーエンスの社内の雰囲気を教えてくださいとのことなんですけれども。そうですね、まあ、よくあのフラットであるとか、まあ、風通しがいいっていうふうにあの表現されるんですけど、まあ、本当にあのそうですね、開発の、まあ、職場のフロアの雰囲気でいうと、あのなんとなくその開発職ってこう一人でこうカタカタあのパソコンの前に向かってるみたいなイメージがちょっと湧くかもしれないんですけど、そんなことなくて、あの結構いろんなところで議論がなされてるっていう。でその中でやっぱりあの重要なのが論理性があるかどうか、筋が通ってるかどうかっていうところで、あの正しい方向に行こうとするっていうのが、あの、まあ、そこのあたりがやっぱりここ雰囲気としてはすごくいいかなっていうふうに私個人は感じてますね。何かトラブルがあった時にも、その今目の前にある物事をもっとより良くするにはどうすればいいかっていう、その前向きに物事を進めていくっていうところに対しての議論がなされていることが多いのがすごく特徴的だなと思いますね。それって私思うんですけど、はい、いい商品作りたいなって思ってるからなと思うんですよ。花岡さんとかもそうじゃないですか。それがあってこそ、まあ、いい議論も生まれますし、まあ、その正しい意見が通ると思いますし、みんな結構 100% で頑張ってるなっていうふうに思ってて。そうですね、頑張ってますね、みんな。 50% の人いないですよね。まあ、そういう雰囲気だからこそ、まあ、自分も頑張ろうと思いますし、前向きな気持ちでやれるっていうところが、まあ、キーエンスの雰囲気としてはいいなっていうふうに思います。続いては皆さんの就活体験談を聞きたいということで、就活生時代のお話をお伺いできればなと思うんですけども、皆さんがキーエンスを選んだ理由なんかは何かありますでしょうか。私はまあ昔から結構ものづくりっていうものには興味があって、キーエンスをまあ見つけて、会社の説明会に行ってみたんですね。で、そこで一番あの共感したのが、あの論理的な判断が優先される、まあ、そのロジカルさっていうところがすごく魅力的だなって思いました。就活の時にちょっと調べてたのが、会社辞める理由っていうのをちょっと調べてみて、結局そうなんで辞めるのかなっていうのを、あのなんかアンケートとか見てると、第1位が大体人間関係なんですよ。で人間関係って結局そのなんか感情面とかの話なんで、あの話が通じないと か, なんかそういうのがあるともう多分しんどくなるんだろうなって。でそこに対してはなんかこう仕事の内容がどうとかじゃなかったんですよね。会社としてその理性的であるというか、まあ、論理的であることを重視するっていうのがあの置かれてるっていうことは、まあ、そういった人間関係においてもきちんとその、まあ、論理がちゃんと通るといったところがあのしっかりしてるんだろうなと思って、これ実際あの会社入ってみても、まあ、それはその通りだったなってあの本当に思うんですけど、あの、まあ、そこを一つあの重要な軸としてあの持ってたかなと思いますね。で、まあ、この科学的な判断ができるっていうところは、あの、まあ、この業績に対してもあのちゃんと説明がつくなっていうのをちょっと自分の中で納得感があって、会社説明会とかで聞くと、やっていることはすごく地に足ついていることで、判断もすごく合理的で、売上を伸ばすにはどうすればいいんだっていうのをちゃんとこう積み上げて考えて、それをこう徹底してやってるからこの業績になってるんだなっていうところがこう自分の中にこうストンと落ちた時に、あ、ここで働きたいなっていうふうに思ったっていうのが、まあ、選社軸としてまあ、一番の理由かなと。まあ、私の中で、まあ、これが結局大切だなと思ったのは、まあ、この会社で働いて面白そうっていうイメージが持てるかどうかっていうところだったんですよね。で、まあ、その点キーエンスでいうと、まあ、技術的な仕事内容面白そうっていうところもありましたし、あとは面接ですね。あの面接の時にディスカッションをする場とかもあったんですけれども、はい、ありましたよね。面接官とのディスカッションがすごく楽しいなと思って、でかつそうなんです、白熱してたのがもう、続いてまして、この人たちとあの仕事したら面白そうだなっていうふうに思ったのと、あともう一つとしては面接官の人たちが私のことを、すごく理解してくださっているような感じがしたので、まあ、最終的にキーエンスのこの仕事を選びました。
私はまあやっぱり大学や大学院の時もずっと理系でその技術的なことをやってましたので、まあ、専修塾自体はそもそも技術系の、まあ、特にものづくり開発に携わるようなことをしたいなと思って、まあ、いろんなところを探してたんですけども、やっぱりその中でも自分が作ったものがこう世の中で活躍していくだとか、まあ、分かりやすく言うと売れるってことですよね。でも高い技術を使ってあの世の中の課題を解決していたりだとか、やっぱそういうところができるっていうのはやっぱキーエンスならではだなと思って、やっぱここだったら私は技術的なその欲求も叶えつつやりたいことができそうだなと思ってで選んだのがキーエンスって感じですね。私もまあ同じでものづくり好きで、まあ、メーカーそれに関われる内容がいいなっていうので、まあ、業界はメーカーに絞っていて、キーエンス選んだ理由としては、まあ、一つはもう社会的な評価がやっぱ高い、安心感がある、ここはもう間違いないなっていうのが一つと、こういう人に最終的にはなりたいなという理想像というか、まあ、目標とする形みたいなのがこうふわっとした内容ではあるんですけど、ざっくりあって何でもできてすごい周りから頼られるような存在みたいな感じなんですけど、まあ、そういうのになろうとした時にキーエンスの中でもその C っていうのがすごい内容として近い、やっぱりそういう目標に近づいていきたいっていうのと、まあ、自分にとってちょっと一歩上ぐらいの環境の方がまあいいんじゃないかなっていうので、チャレンジとかそういうトライみたいな意味も込めてキーエンスを選んだっていう感じですかね。ちなみに皆さん就活時代にその思ってたそのキーエンスのイメージと今実際入社してあの働いた時のなんかギャップとかそういったものって何か感じられたところってありますか？ギャップというか、まあ、あの忙しさの面でちょっとギャップを感じてまして、結構こう長いこと夜遅くまで働いてみたいな、まあ、なんかかんでてそうなのかなっていうイメージがあったんですけど、あのまあいざ入ってみるとあのやっぱりそこはもうきちんとその時間が決められてるっていうところがあって、まあ、思ったより早く帰れてると、うん、でただその分その忙しさの質が高いというか、そうそう密度高いですよね。そう密度をちゃんとギュッとやってまあそれこそ本当に 100% でちゃんとあの 働くっていうところは、まあ、ある意味ギャップだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。最大効率でこうそうアウトプットを出すっていう、うん、そうですね、いいギャップだったって感じですね。ハードワークだってなったらやっぱり部署の雰囲気とかもすごい悪いんじゃないかみたいな、もうなんか競争でしかも誰にも頼れる人がいなかったりとか、なんかもうギスギスした感じをちょっとあの若干覚悟してたんですけども、接しやすい方が多くて雰囲気っていうところはやっぱり私はギャップを感じましたね。これもやっぱいい意味でのギャップなんですけど、はい、ということで今日はいろいろとお話しさせていただきましたけど、皆さんどうですか？改めてこうやって会社のことをこう説明するときにあの結構伝えたいことたくさんあるなと思って、特にそのいいことの面であの伝えたいことがどんどん出てくるなっていうのがあの感じるところで、まあ結構いい会社にやっぱ入れてるなって改めてちょっと同じ感想を思いましたでもまだ全然伝えきれてないところのたくさん話したいことたくさんありますね。次はインターンで説明できるんですかねぜひ、ね、あの学生の皆さんにも興味を持ったら、うん、あの来ていただきたいと思います。そうですね、はい、うん、それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでエンジニア職の皆さんのお話いかがでしたか？実際に商品を生み出している方々のお話が聞けて私自身もとても勉強になりました。この動画を見てキーエンスのことをもっと知りたいと思ってくださった方はぜひ概要欄からマイページの登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。